はい、えー、今日はですね群馬県神羅郡神羅町の城下町小幡に来ています、えー、ここはですねあの群馬のこんにゃくパークとか、えー、そういったものがある、えー、そんな土地になっていますで、今日はですね、えー、行く場所っていうのが今からちょっと目遠くですけども、えー、花屋さんアトリエブラッドさんに向かいます店舗の前には広い駐車場もございますので 観光がてらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうかはい、えー、到着しました、こちらがですね、えー、見てください、外にもさまざまな植物がありますね、まあ、特にね、このリーフ、なんて言ったら、これから今日がね11月です。11月になるぎりぎり10月31日なんですけど、クリスマスだったりとか、そういった時にもいろいろ頼めるのかなっていう感じがしますね。 華やかですすごいワクワクしますではこちらアトリエブラッドさん店内のほうへ, <laughs> へ行きましょう店内に入ると右も左もきらびやかで暖かい空間が広がっていましたヨーロッパのフラワーデザインスタイルと日本の細部にこだわる感性や技術を融合し お客様のイメージを完璧に表現した装飾芸術作品を作り上げているアトリエブラッドさん。暖かく迎えてくださった店主の青木さんにブラッドの意味を聞いてみたところ、ドイツ語で葉を表すそうです。植物は葉の芽吹きから始まり、花や実をつけ、その姿や香りで人々を楽しませます。このお店ブラッドは、 その植物の始まりを意識することで、儚い植物や花の魅力を最大限活かした、見せるお花の表現を志しております。喜びと感動と、そして、ほんの少しの幸せを、ブラッドの花を通じて感じていただければ幸いです。ということでえ、私もですね、お店に入って、その瞬間から幸せをいただいておりました。ぜひ、そんな幸せを、 皆様の大切な方のお祝いや記念日にお花を送ってみてはいかがでしょうか色やお花、雰囲気などイメージをお伝えください。ブラッドが心を込めてお作りいたします。あなたはアレンジメント、ハチウェイなどあなたの思いを形にします。地方発想も受けたまわっております。ということで、えー、ぜひ、えー、概要欄の方にですね、SNS の情報なども載せますので、そちらをチェックしてみてください。 では、アトリエブラッドさん、撮影の協力、ありがとうございました。素敵な空間、楽しませていただきました。では、えー、皆さん最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また、お会いしましょう。